ヒバリクラブをご覧の皆様、また落語会の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、っと、今日はですね、利己か利他かという問題をあの、話しますが、これはですね、えー、まあ、少なくとも今から50年ぐらい前まではですね、どちらかというと哲学の問題だったんですね。人間はもともと利己的か、もともと利他的かっていうようなことをですね、議論するというのは大体哲学の分野だったんですね。 それがまあ最近の最近中かまあ50年来の、えー、まあもちろん先駆的にはもうすぐ早い人もいるんですが、えー、先駆的な科学的な研究でですね具体的な事例を作ってですねそれを解析するもしくは社会学的にですね人間の行動は社会学的に見て利己的なのか利他的なのかという研究も進んでまいりましてそうなりますと哲学的な考察心理学的な考察 実験心理学的な考察、それから社会学的な考察といろいろこう積み重なってまいりまして。まあ科学というのはそれじゃなくちゃいけないんですね。なんでかって言いますと人間の知恵というのは非常に偏りがちなんですよ。自分の感情だとか自分の人生だとか、まあそういうものに左右されるので、やっぱり客観的な事実を積み重ねていくということが信念である科学ではですね、やはりできるだけ多くの事例を集めて、 特に自分と、元々の自分の考えとです。反する考えを恋に集めてですね。そして自分でよく考えるっていうプロセスが必要なんですね。まあ、あの、このひばりクラブのコメントを見てもですね。もう自分がこう思うっていうことが本当だっていうね。自分が思ったら本当だっていう、まあそういう人が結構見受けられるんですけども、そうすると不幸になりますよ。その人がですね。というのが、世の中っていうのは、まあ、 社会は自分じゃないなんて私言ってるんですけども、本当にね、あの自然も自分じゃないんです。自分っていうのは本当にね、小さくて間違ってるものなんですよね。それがこう分かるとですね、対人間関係をうまくいきますね。人間関係うまくいかないっていうのはやっぱり自分に自信があるっていうか、自分の言うことは正しいんだっていううな信念がある人は、ちょっとなかなか僕が見てると人生辛いですね。 意見を、こう、他人の意見を認められなかったりして、よく間違ってたなっていうことあるんですけど、間違ってると言ってる自分が間違ってるんだっていう時が多いというふうに思ってなきゃいけないと思いますね。まあ、今日は、リコかリタかと。それで、これはですね、あの、いろいろ議論が今まであったんですよ。で、結論を言えばですね、今の、僕は今の学問的な感じをまとめますとね、子供の頃はリタだと。他人を重要視する。 大人になってくるとリコになる。25歳以上はリコである。ということですね。僕の感じでは3歳まではリ他である。3歳から25歳まで少しずつ少しずつリコになって。そして大人になって25歳以上はすっかりリコになると。<laughs> それで結婚したりするから夫婦喧嘩が起こったりですね。子供ができるから親子喧嘩が起きたり、えー、就職するから 人間関係が職場で上手くなったりする。それは、まあ、いわば、理己の目覚めっていうんですかね。3歳から25歳までに理己に目覚めちゃう。ということがですね、えー、決定的要因であると。としかし、この理己を取り除くことも、取り除くっていうか、少し減らすこともできるっていうのが、まあ、現在の理己と理他に関するいろいろな学問の結論じゃないかと思います。まず第一にですね、最近の事実を整理しますとね、幼児、 だいたいですね、研究は6ヶ月から1年ぐらいの幼児を対象にしているようですけどね。ほとんどこう、ハイハイぐらいしかできなくて、お母さんの膝の上に乗って何かこう、テストをされるっていう感じなんですけどね。それを見ますとね、その結果を見ますと、ほとんどの幼児はですね、非常に道徳的です。びっくりするぐらい道徳的ですね。 つまり他人をいたわったり、他人がいじめられているのを見るとすごく怒ったりしますね <laughs> で。他人がですね、いい思いをするとすごく喜んでニコニコしてキャッキャッと笑ったり、それから自分も同じことをしようとしたりしますね。まあ、いろんな実験っていうのが心理学的にもまた発育学的にもあるんですけども、まあ、そういうのを見ますとね、ああ、人間っていうのは本来、あの、いや要するに幼児がね、いわゆる悪いことね。 人のものを盗むとか、人に意地悪するとか、人に怪我をさせるとか言うとね、幼児が怒るんですよ。<laughs> 簡単には。腹立てるんですよ。ねえ、あんなね、もう本当に生まれてね、ハイハイぐらいしてる幼児がね、非常に道徳的なんですねで。それはですね、離乳期、まあ1年半ぐらいの離乳期が普通あるんですけども、まあ、離乳期の時はほぼそうですね。ええー。れで本当にね、お母さんに対する愛情も深いしですね、 兄弟に対する愛情も深いし、3歳ぐらいまでそうなんですね、見てると。で、3歳ぐらいになってきますとね、少しずつ意地悪が出てくる感じなんですね。例えば、所有感が出てきたりしましてね、まあ、自分のものを主張したり、それまではそんなことないんですよ。おせんべいでもおせんべいはまああまり、離乳期終わった後だけど、柔らかいおせんべいをねあの、みんなに配ったりするっていうね、そういう非常にこう、 まあ欲がないっていうか、利己的でない行動が非常に見られますね。そしてだんだん、こう、知恵がついてきます。知恵がついてくるってのは、学問的に言えばですね、大脳が動いてくるんですね。あの、もともと、あの、生まれた時は大脳は空っぽですね。まあ、僕がよく言うのは、えー、両親とも英語がベラベラに喋れてもね、えー、その子供は英語の単語一個も知らないって言ってるんですがそれがあの、人間の脳の欠陥なんですね。 まあね、少しはね、お父さんお母さんの回路をもらって生まれてくれいいのに、全然大脳だけは真っ白で生まれてくるものですから、まあいい点もあるんでしょうけどね。まあ、そういうことで、だん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 知恵がつくと悪くなってくるんですね。それから小学生ぐらいでも4年生ぐらいまではまあまあいいんですよ。4年生ぐらいまではですね、だから10歳ですね。あの、10歳ぐらいまではですね、人間っていうのは、 比較的綺麗なんですよ。えー、リコつってもそれほどリコじゃないんですね。リタとリコが混在してて、どっちかったらリタが強いという状態が10歳ぐらいなんですね。ですからまあ、逆に言えば、例えば、肉親がお亡くなりになったなんていう時もですね。まあ、それほど悲しみを表さないんですね。まあ、それはその全体像がよく見えてないからとか、 自分の利害関係がはっきりしてないからっていうこともあるんですけどね。まあ、そういうことがあります。次の区切りは14歳でしょうね。まあ、14歳っていうのはあの思春期というか子供としての判断から大人としての判断に変わるっていうことですね。これはまあいろんなことがありますけども、あの一番明確にはこの本ですね。本を読ませるときに 14歳まではちょっと考えて親が本を読ませなきゃいけないんですね。つまりあの、意識が部分的なんですよ。今のあの、日本人の大人にはよくあるんですけど、なんかの本を読むとそれにわーっと影響されちゃうっていう、そういう単純性があるんですね、14歳までは。ところが14歳を過ぎるとですね、世の中のことを受け入れて、自分で咀嚼するっていうプロセスが生まれるんですね。したがって、まあこれは出版関係の人がご存知のことですけども、 14歳以上の人を対象とする本はですね、比較的自由なんです。つまり世の中はこうだって書いてもいいんですね。その14歳以上の子供が読んでもそれをそのままには受け取らない。そのままには受け取らないで、それで、それを一回自分で咀嚼して理解するんでですね。だから、例えば政治的なものとか男女関係はちょっと難しいところあるんですけども、まあ、あの、 割合と本は自由に読ませられるということで、14歳以上はまあ普通の本を読ませてもいいっていうことになりますね。それから18歳から20歳ぐらいまでは思春期が続くことあります。その思春期というのはこの考えがこう、一部が進んで一部が遅れてるっていう状態ですね。大人になりますと考えがこう揃うんですね。ですからいろんなものに対して大体その人の考えが揃ってきますから。まあ今はちょっと遅いから20歳としましょうか。 そうすると、人間は3歳で一つの区切り。これが赤ちゃんから子供になるんですね。それから10歳。これが周囲が分かってくるってことですね。まあ、簡単に言えば、肉親がお亡くなりになった時にそれが分かるってことですね。お父さんが死んだってことが分かるってことですね。14歳からは、ある程度咀嚼してものを考えられるようになる。